日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> 大学で 女の留学生と先生が話しています。女の留学生は新入生のオリエンテーションで何の話を担当しますか先生、新入生のオリエンテーションの件で話があるって聞きましたが。あっ、ハンさん、そうなんですよ。ハンさん、新入生の時、先輩の留学生がオリエンテーションに何人か来て、自分の体験を話してくれたの覚えてるはい。 先輩からサークルやアルバイトの話を聞いたのを覚えています。そうですか。で、実はね、優秀な成績だということで、ハンさんの勉強の進め方やその工夫などについて紹介してほしいんです。アルバイトやサークルで忙しい中でも勉強を頑張っているみたいだし、新入生にも良い刺激になると思うから。わかりました。私でお役に立てるなら引き受けさせてもらいますが。 新入生ってサークルやアルバイト、それに就職に興味あるんじゃないかなと思いますけど。ええ、そのことについては他の学生が担当してくれることになってるんです。わかりました。あ、今度就職についてご相談したいことがあるんですが、よろしいですかもちろんです。女の留学生は、 新入生のオリエンテーションで何の話を担当しますか 2>, ?2 番農家で農家の女の人とアルバイトの男の人が話していますアルバイトの男の人はまずどんな作業をしますか 中村くん、今日からよろしくお願いします。農作業はしたことありますか祖父が庭で野菜を作ってて、土を耕したり、種をまいたりするのは手伝ったことがあります。じゃあ、全く初めてじゃないんですね。うちはいろんな野菜を栽培してるんだけど、今の時期、ネギの収穫をやってるんです。はい。ネギの畑の雑草を抜く作業をやってもらえますか収穫は、 明日、機械でするんだけど、余計な草を抜いとかないと、途中で機械に絡まっちゃって、機械を止めないといけないんです。そうなんですか。大変だけど、大事な作業なんで、お願いします。これが終わったら、隣の畑に、ほうれん草の種をまくから、私と一緒にお願いできます土を耕すのは済んでるから。わかりました。 アルバイトの男の人は、まず、どんな作業をしますか三番男の学生と女の学生が話しています。男の学生は、これからまず、何をしますか ビジネスの立ち上げ方のセミナーの申し込み、もうやったうん。ホームページから申し込みしたよ。そっか。僕も申し込みたいんだけど、受講料の支払いって、クレジットカードが必要じゃないまだクレジットカード持ってないから。ホームページに振込先の銀行名と口座番号が書いてあるから、振込でも払えるよ。確認してみて。え、そうなんだ。知らなかった。もう一度ホームページ見てみる。 支払いが済んだ用紙の写真を添付すれば、ホームページから申し込みできるって書いてあったよ。ありがとう。でも、やっぱりクレジットカードがないと、こんな時本当不便だね。そうだね。今回のセミナーの申し込みにも間に合うかもしれないから、早速カード作ろうかな。だけど、クレジットカードは自宅に届くまで2週間くらいはかかるかも。申し込み、今週いっぱいだよ。そっか。 じゃあ、今回は間に合わないしまた今度にしよう男の学生はこれからまず何をしますか ?4 番。建築設計事務所で 女の人と課長が照明の設計について話しています。女の人はこれから何を変更しますか。課長、カフェ北山に提案する照明デザインなんですけど、案を見ていただけましたか。うん、見たよ。この資料だよね。前回見せてもらったときは天井に大型の照明を一つ取り付けるってことだったけど、今回の案では。 天井から小さめの照明をいくつも並べてぶら下げることにしたんだね。はい。面白いと思うよ。天井からぶら下げる高さもよく考えてあるね。ありがとうございます。あの、照明器具の素材はガラス製のものにしたんですが、どうですかガラスも悪くはないと思うけど、店の雰囲気から考えると和紙なんかも合うね。あ、考えていませんでした。そうですね。そうしてみます。 光の強さについてはリラックスする空間にふさわしく抑えてあるね。明かりの色は白すぎず温かみのある色になってるから案の通りで。はいわかりました。女の人はこれから何を変更しますか 5番説明会の会場で課長が部下の社員に話しています部下の社員は今日この後何をしますか皆さん暑い中明日の新商品説明会の準備をありがとうございますおかげさまで机椅子は準備が整いパソコンやスクリーンの設置は当日を行いますので パンフレットが入った封筒を各机に置いて準備は完了となります今回の説明会は規模がかなり大きいので当日は来場者の案内もよろしくお願いします部下の社員は今日この後何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番男の学生と女の学生が話しています。女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか 週末予定ある前林業について興味あるって言ってたけど南町の林業センターで林業について学ぶっていうイベントを見つけたから一緒にどうかなと思ってうん行ってみたいこれパンフレット地域の林業についての講義とか実際に近くの山で木を切り倒したり林業の基本作業も体験できるよ実際に木を切ったりする作業ができるってこと 面白そうあ人工呼吸の練習もやるんだねうん林業は危険な作業もあるし安全について学ぶ時間もあるみたいだねへえもしもの時に役立つし知ってて損はないよねでも私はやっぱり作業が一番楽しみうん僕はこの木材を使ってする工作やってみたいな吉田くんものづくり好きだよね 女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか 2>, ?2 番パン屋で店長と店員が話しています。この店では客を増やすためにどうすることにしましたか 最近お客さんの数が減ってきたね近くに新しい店ができたせいでしょうかねパンも売れ残るようになりましたしねどうにかしないとねこの辺は学生さんが多いからパンの値段を下げたいところだけど原材料の価格が上がってて厳しいんだよねそうですかうーん開店時間を早めて通勤通学の時間に店を開けるようにするとかは そうだね。朝が早いとアルバイトを見つけるのが難しいんだよね。そういえば、このお店ってホームページありませんよね。もっと宣伝に力を入れたらどうですかうん。その方がいいのかな。前に近所の人にチラシを配った時は、割引券もつけたけど売り上げが伸びなかったんだけど。ああ、まあ、今はおいしいと聞けば、 遠くでもお店の情報を検索して買いに行く人多いですし早速やってみましょうよそうだねやってみようこの店では客を増やすためにどうすることにしましたか 3番小学生の子供がいる女の人と男の人が話しています。男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか 山本さん、あのー、ちょっと伺いたいんですけど、保護者として小学校のお手伝いの活動に参加されてますよね。ええ。息子が入学した頃、ちょうど仕事以外でも人間関係を広げたいと思っていたから、他の保護者の皆さんと知り合えないかと思って。そうなんですね。先週、桜町のお祭りに行ったんですが、お祭りも小学校の保護者が手伝ったりしてるんですね。ええ。 地域の行事に小学校の保護者も協力するんですよ。地域に関われるのが一番の魅力だとおっしゃる方もいらっしゃいます。あと、学校の先生方のことをよく知ることができていいという方も多いですよ。どうですか、加藤さんも。ちょっと興味あるんですけど、仕事も忙しいし。短い時間でできる活動もありますよ。前に、学校での子供の様子をもっと知りたいっておっしゃってましたよね。 活動に参加すすると、とそういい。ったこともわかりますよ。はい、学校での様子は親として一番気になることだし考えてみようかな男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか 4番男の人と女の人が着物について話しています。女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 着物似合ってるね。よく着物着てるけど着物って高いんだよね。そんなことないよ。これ全部で1万円ぐらい。今はフリーマーケットとかで昔のものが安く買えるの。古い着物って今のと違って個性的な柄も多いし。へえ、特に古い着物が好きなのうーん、そういうわけじゃないんだけど新しい着物は学生には高いからね。そう。 僕も結構興味あるんだけど、ちょっと難しそうで、帯と着物の色の合わせ方とか、小物との組み合わせも考えるんだよね。うん。最初に着物を買ったお店の人が教えてくれたんだけど、合わせるもので同じ着物とは思えないってぐらい印象が変わるんだよ。私そこから毎日着たいぐらい大好きになっちゃった。そうなんだ。ねえ、着物ってやっぱり目立っちゃうよね。 ジロジロを見られたりしないそれが嬉しいって言ってる友達もいるけど、私は他の人の目は気にならないんだ。女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 5番。会社の会議で課長が話しています。会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか今年度から始める取り組みです。 我が社では3年前から社員の健康維持を目的とした取り組みを続けています。今年度は4つの取り組み、1ヶ月に歩いた距離の合計を競うウォーキングコンテストの実施、体操動画の公開、運動用品の支給、食事のアドバイスを行い、皆さんの健康を支えます。このうち歩行距離を競うことは、 昨年度末の社員へのアンケート結果を受けて新たに採用になりました食事に運動にこれからも健康第一で頑張りましょう会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか 6番。シンポジウムで大学の先生が共同研究の話をしています。先生はこの研究の中で何が一番難しかったと言っていますか 気候の変化を正確に予測するためには海の温度を測ることが大切です。しかも多くの場所で海の表面だけでなく深さ1 0 0 0メートルとか2 0 0 0メートルのところの温度も測る必要があるのですそのための計測器の開発が非常に難しかったんですそしてさらに困難だったのはいくつもの国から協力してもらうこと それが実現しして、よよううやく世界中ののデータを研究のたた。めにに使えるようになりましたデータは膨大な量となり分析には時間もかかりますがかなり正確な予測が行われるようになりました先生はこの研究の中で何が一番難しかったと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 では始めます1番 1> 大学で先生が授業の始まる前に学生に話しています授業を始める前に聞いてもらいたいことがあります、えー、私は環境問題の解決に取り組んでいる団体のメンバーとして活動をしています 団体では月に1回程度イベントを行っているのですが先週末に予定されていたイベントが天候の影響で来週の日曜日に延期になってしまいましたそのため本来お手伝いいただこうと思っていたボランティアの方々の参加が難しくなりましたもしこの中に環境問題のイベント運営に興味がある人がいたら授業の後にでも ぜひ私に声をかけてください先生は何について話していますか ?1 ボランティア参加の呼びかけ 2, 2環境問題を解決する大切さ 3, 3イベント運営の難しさ 4、授業内容の変更 2>, 2番、テレビで医者が話しています。夏になると、体がだるい、食欲がないといった症状が出やすくなります。こういった症状は、例えば、暑い屋外と、 冷えた室内を行き来することで体温調節がうまくできなくなったり、また汗をかくことで体の水分が不足気味になったりすることで起こると考えられています。また寝苦しさによる睡眠不足でもそうした症状が出やすくなります。医者は何について話していますか 1, 1. 夏に行うと良い運動。2. 2夏の体調不良とその原因。3. 夏の睡眠不足を解消する方法。4. 夏を健康に過ごすための食事。 3番テレビで小学生の女の子と今宇宙にいる宇宙飛行士が話していますこんにちは今井花5年生ですこんにちは宇宙飛行士の本田ですえっと質問があります宇宙は重力がないと聞いたことがありますがどんな感じですかはい宇宙には重力がありません ですから私は今、無重力の中にいます。体が床から浮きます。背骨の骨と骨が繋がっているところが少し伸びて、1センチくらい背が伸びるんですよ。わあ、私も宇宙飛行士になってそういう体験してみたいです。ええー、ぜひなってください。それから顔が丸くなるんですよ。 地球では重力で下に引っ張られて下半身に行っていた血液などが上半身に行きやすくなるので他には足の裏の皮が柔らかくなりますこれは地面に足をつけて歩かないからですねへえそうなんですね宇宙飛行士は。 何について話していますか 1, ?1 無重力の仕組み 2, 2宇宙で行う実験3宇宙飛行士の生活4宇宙での体の変化 4番高校の卒業生が集まる会で校長が話しています本学園は再来年創立100周年を迎えるにあたり社会の変化に対応した教育が行える新校舎の建設を予定しております代々の卒業生の皆様には日頃からご支援いただいておりますが学園の未来に対し 改めてご寄付という形でご協力いただければ幸いですご協力いただいた方には新しい校舎1階の壁にお名前を入れさせていただきますぜひ、完成を皆様とお祝いできればと思います校長が言いたいことは何ですか1 社会と教育の変化 2, 2新しい校舎のイメージ3卒業生の活躍4新校舎のための寄付の依頼五番 市民向けのセミナーで、鳥の専門家が話しています。私たちに身近な鳥、カラスですが、ゴミを荒らしたり、鳴き声がうるさいなど、迷惑な存在で、生き物としてはあまり関心を持てないかもしれませんね。そのカラスですが、カラスの仲間は世界に約40種類、そのうち主に2種が年間を通して日本各地で見られます。 カラスの鳴き声を観察したところ、十数種類の鳴き方があり、鳴き合うことで同じ群れの仲間か確かめたり、相手との距離や飛んでいる方向を確認したりして、コミュニケーションを取っていることが分かりました。また、連続して鳴く場合は、食料の場所を仲間に知らせていることが明らかになりました。鳴き声を上手に使っているんですね。 鳥の専門家はカラスの何について話していますか 1, ?1 種類によって鳴き方が違うこと <S 2, 2 <S 鳴き声による被害と対策3鳴き声を出す仕組み4鳴き声に意味があること 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1>, 1番、このお皿、色はともかく使いやすいんだよね。1、この皿、完璧ってわけだね。2、2> そう、色も悪くないと思うけどね。3>, 3、君が好きな色だよね。 じゅんさんじゅんさんの企画予算の面で部長にひどく反対されたけど諦めることないよ。1諦めるしかないんですか 2, ?2 はいもう一度見直してみます。3, 3直しても無駄だとおっしゃるんですか 3番。一人暮らしを始めてから野菜が不足しがちなんだよね。1。1> 野菜を取りたくないんだね。2>, 2。野菜十分足りてていいね。3。気をつけて野菜も食べないとね。 4番昨日テレビで歌手の小林優斗を見たけど忘れられつつあるよね。ずっと人気あるよね。確かにあの人よくテレビで見るね。3> 3ああ、そんな人いたね。 5番仕事簡単に辞めるべきじゃなかったんじゃない 1, ?1 ちょっと後悔してるんだ2もっと早く辞めるべきだったってこと ?3 辞めてよかったよね六番 この間の花見、あいにくのお天気でしたね。1、お天気良くなくて残念でしたね。2、2> よく晴れて気持ちよかったですね。3、期待通りの天気でしたね。7番、 僕が勤めてる会社、上司に意見を言いやすかったらいいのに。1、1> 上司にいろんなことが話せていいね。2>, 2、上司に思ったことが言えない環境なの ?3、上司が意見をよく聞いてくれるんだ。 8番山田課長佐藤さん転んで骨折したけど入院せずに済むそうです 1, 1入院しなくていいんですね 2, 2入院するんですか大変ですね3入院するかどうかわからないんですね 番体に悪いと知りつつ夜中にお菓子食べるのをやめられないんだ。体に悪いって知らなかったのわ 2> 2かっていてもやめられないことってあるよ。健康に良くないから我慢してるんだね。 10番昨日のイベント予想に反してたくさんの人が来たね。1もっとたくさん来ると思ってましたよね。2, 2私たちの予想通りでしたね。3, 3思っていたより多かったですね。 十一。この子供用のなぞなぞの本。やってみたんだけど、半分も解ければいい方だよ。一。大人でもそんなに難しいの。二。子供にとって優しいの。三。大人なら簡単に解けるの。問題五。問題五では。長めの話を聞きます。 この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番。問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 では始めます博物館で職員3人が小学生向けの科学教室の企画について話しています次の子ども科学教室空気中で音が伝わる仕組みっていうテーマだったよねなかなかいい企画だけど今のままだと時間をオーバーしそうだから内容を削りたいんだ 今の案では、前半で仕組みを説明して、後半で身近なもので楽器を作るっていう工作をする構成になってますよね。ストローを使った笛と空き缶を使った太鼓。内容を削るなら、工作を二つじゃなくて一つにしましょうか。ええー、何度も試作したんですよ。工作は両方残しましょうよ。じゃあ、 前半の説明を短くするのはどうですか説明のところもう十分短くしてありますよね。そうだね。そこはこれ以上カットするとただの工作教室になっちゃうから企画と合わないよね。工作は2つ紹介してどちらかやりたい方を子供が選んで作れるようにしたらどうですかなるほどね。どっちにするか迷って時間がかからないように 進行の仕方を検討する必要がありそうだけど他にはストローとか空き缶とか工作の材料をこちらで事前に切っておいて準備の時間を短縮するという手もありますがそれでそんなに時間が変わるでしょうかそうだねそれに準備するところから子供たちに体験してもらいたいからそうすると子供に選んでもらうさっきの案にしよう 三人は内容をどう変更することにしましたか一、1 1> 紹介する工作を一つにする。二、<2 S 1> 前半の説明を短くする。三、<3 S 1> 作らせる工作を一つにする。四、<4 S 1> 工作の材料を切っておく。 2番、3番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。ラジオを聞いて、 女の学生と男の学生が話しています来週から1週間山川市で桜映画祭が行われます鑑賞の仕方が少し珍しい映画を4つご紹介しますまずはアニメ映画の「白い雲」映画を見ながら歌ったり手をたたいたりしてもいいことになっているのでにぎやかに楽しめますそれからミステリー映画の「 緑の列車。こちらはオーケストラが映像に合わせて生で音楽を演奏します。恋愛映画美しい一日の会場は今回の映画祭で唯一の屋外の会場です。山川公園に臨時でスクリーンが設置されます。今はいい季節だから気持ちがいいでしょうね。最後にミュージカル映画旅の空。 会場のレストランで食事を楽しみながら鑑賞できます。今言ってた映画祭。二人用のチケットが2枚あるんだけど、一緒に見に行かない二つ見られるから、一つずつ選ぼう。え、いいのうーん。僕前に映画の音楽に合わせてみんなで歌ってもいいっていう映画見に行ったことがあるんだけど、一体感があって楽しかったよ。へえ。 日本では静かに見ましょうっていう映画館の方が多いけどね。うん。あの雰囲気をまた味わいたいな。いいね。一つはそれにしよう。私は、うーん、美味しい食事を楽しみながらっていうのも魅力的だけど、開放感がある外で見てみたいな。じゃあそうしよう。質問1。 男の学生はどの映画を選びましたか質問2女の学生はどの映画を選びましたか